そして3番注目の好打者ショートの平沢。選抜でも仙台育英は出場しています。1回戦で神村学園を破っていますが、その時も初回に先制タイムリーを放ったのはこの平沢。同じシチュエーション、いい当たり、諦めました、入った、右中間に突き刺さる3番平沢の先制ツーランホームラン。今大会第5号、打った瞬間にスタンドまで行くのではというものすごい当たりでした。そうでしたね、まあ、真ん中ではあったんですけど、ボールは低かったんですけどね、さあ4回の表の仙台育英は3番今日ホームランを打っている平沢から。ファウルです。まあ、ただここはね、一、はい、つインコースへのストレートっていうのも欲しいところですけどね。高めのボール、そして二塁を狙う、この判断力、ノーアウトランナー二塁です。まず、まあ、外のボールではありましたが高かったですね。はい、高いボールね。3番のショートの平沢、これも強い打球ですが、ファースト杉園よく掴みました。スリーアップ持ってきたというところになりますね、はい、それとボールの力のある投手ですね。さあ3番の平沢からです。ボールはアウトコース、徹底してこの平沢に対しては外角中心のバッテリーの攻め。ここも外角、いい当たり、よく取りました。ここもショート太郎の好守、ただ今踏み込んでいって捉えましたね。しっかりとその捉えることができたんですけどもね、あの今回ですから、これが終盤までこれ続くかどうかなんでしょうね。さあ2回戦3回戦ともにヒットがありませんでした。いい角度、ライト上がって、風は逆ですがぐんと伸びて伸びて伸びて、入った平沢にとっては久々のヒットがホームラン、しかも先制、チームにとってのこのゲーム初安打が先制のホームラン、今ホームイン、1対0仙台育英が先手を取りました。4回の表、今大会第27号の一打になりました、はい、いやインコース高めのストレートですね、変化球でカウントを取りに来てましたので、ここは平沢君ストレートをしっかりと狙ってましたね。なるほど、まあ、これ代わりたとこの、ね、イニングですから、うーん、まあ、無理もないんですけれども、やはり低めにもうちょっと集めたいですね。3年生、そこでね、次のストライク甘く取りに行くと危ないですよ。痛烈だ、風関係なく入った、スリーランホームラン、7対0、3番平沢強烈なスリーランホームラン、
今大会平沢3本目、一気に突き放しました仙台育英。4回の表、若干高めに入ったボールだったかもしれませんが、高校野球はこの後11時。仙台育英からしますと今大会ホームラン3本打っている平沢です。3本、残る1本もツーベース、すべて長打です。一、二塁間破っていきました。ライト前のヒット、うまく変化球をさばいていきました。3人では終わりませんでした。1回の表、失礼、1回の裏、宮城の仙台育英です。うまくいきましたね、これ速いボールにも当然意識があるのかなと思いますが、はい、その前の、ね、インコースのストレートが非常に速いボールだっただけにね、はい、うまくいきましたよ。さあ仙台育英もこの中軸は非常に力があります。つけられたその後ですからね、この1点は大きいですよね、はい、ファウル、長めに持っています。1種類にも3種類にも球速を感じさせることができると思うんですよね。ツーボールツーストライク、ランナースタート、一度スタートがありました。次が6球目、今度は動かず、ストライクゾーン甘く入ったところでしたけど、力負けせずにね、はい、それと今あの外野がだいぶ水を含んでいる中でのあのバウンドになりましたね、うん、ちょっとねセンターがそういうその水を含んでいるということも意識しすぎたような気がしますね。